中で一番ちっちゃいカキを握っていけてくれている、武田沙耶香さん、沙耶香ちゃんも一生懸命いけばなしてくれてると思いますが、どのような気持ちでいけばなに取り組んでいますか？はい、私は一つの作品をいけるのにすごくいろんな思いがあって、その思いを花に捨てて刷り込めるように気持ちを込めていけています。はい、ありがとうございます。そしたらですね、今だいたい9分くらいしか経ったかと思いますが、普段の地区予選の形式にのっとっていますので、決してこうデモンストレーション用のお花というわけではなく、実際ミニチュアの花器なんかもあるんですけれども、その中でこの会場の、たくさんの皆様に大きなこのステージに、映えるようなお花は何かということでして、もう毎日毎日、夜の毎日残って今日のために練習を重ねてきてくれています。運動部の生徒さんが遅くまで練習をしているというのは皆さんご存知なんですけれども、いけばなに対してですね、稼働部員が花の甲子園のために、こんなに努力しているのかっていうふうなことをですね、今日初めてお感じになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、その、彼女たちの努力が、どういうふうな作品になって出来上がるのかということを楽しみにしていただきたいと思います。
それぞれの作品について、解説、プレゼンテーションを行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私はフラワードリームで生け花を生けることができて今とても嬉しいです。去年は池の坊花の甲子園という大きな大会に出場し優秀賞をいただきたくさんのことを学びました。私たちのチーム名はラブラブラブです。花の愛と花の愛と自分の愛が重なりラブラブが強調されました。勇気と希望が湧き大きな花へと私は成長することができました。今回の作品は大空に浮かぶ美しい雲を突き抜けて羽ばたいていく強い心を表現しています。もっと高く羽ばたけるように今を大事にして成長したいと思います。ありがとうございました。私は今大好きなお花を東京で発表することができて夢のようです。私の牡蠣はとても小さな牡蠣です。蝶々のプロポーズを表現して成功すればいいなという気持ちで行きました。大きなハートで蝶々のラブラブを表現し小さな3つのハートで蝶々を見守る私たち3人を表現しました。生けていると可愛くて可愛くて私まで幸せな気持ちになります。下に置いてあるこの花びらはその幸せの花びらです。この幸せの花びらを皆様にお配りしたい気持ちでいっぱいですがそれもできないので下にそーっと置きました。私は池の坊いけばなを習ってたくさんの人から愛をいただき私からも愛をあげたいと感じるようになりました。今しかないこの瞬間私が今できる最高の作品で私の愛を感じていただければ嬉しいです。これからもいけばなを続けて花の心を楽しんでいきたいです。ありがとうございました。私は太陽から溢れ出た希望の種を心の大地にまき星の数ほどの花が咲いてあの大空へ届く大きな輝きの花になるようにと思いを込めていけました。私たちはそれぞれ色とりどりの夢を持っていて私たちの未来は無限に可能性が広がっていると思います。どんなに小さなことでも前を向いて元気な太陽のような笑顔でいればきっと大きな希望もつかみ取ることができる未来があると信じています。太陽は私たちだけではなく世界中のあらゆるものに平等に太陽の恵みを与えてもらい私たちは元気づけられています。太陽からもらったパワーをお花に込めて私たちの生けた最高の作品を皆さんの心に伝えたいなと思います。私たちの生けた作品が多くの人の心に届くようこれからも大好きなお花を生けて皆さんを笑顔でいっぱいにできるように頑張っていきたいと思います。会場中の皆さんと心をつないで世界へ広げていきたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。今回は東日本大震災復興の、イベントということでそのことをお花に表しそして、プレゼンテーションでもその気持ちを言いたいというふうに話してくれていましたので、皆さんもいろいろと感じていただけたのではないかなというふうに思います。彼女たちは、2009年大会、2010年大会で、活躍してくれた生徒さんなんですが実は2011年大会おとといの7月1日からエントリーが開始されています。映像よろしくお願いいたします。この素晴らしかったでしょ。皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。このようにですね本当に今の西
生懸命頑張っている生徒さんを皆さんに応援していただきたいと思います。エントリーを通過した学校地区予選が始まります。9月4日京都での近畿地区予選、9月10日山口での中国地区予選、9月17日名古屋での東海地区予選、19日、この画面では調整中になっておりますが、秋田で行いたいと思います東北地区予選です。そして9月24日日本橋三越で関東地区予選、10月1日は高松で四国地区予選、10月8日福井での北信越地区予選、そして10月10日は福岡で九州沖縄地区予選、最後は彼女たちの地元10月15日小樽での北海道地区予選です。このように一生懸命生け花に取り組んでいる生徒さんのかけがえのない青春の1ページがあります。涙涙のいろんなドラマが生まれます。皆さんもぜひ応援に来てくださり、投票にご参加いただきたいと思います。ホームページをご覧いただけましたら詳しいことを発表しております。ぜひ、応援にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そしたらよかったね、うまくいって。じゃあ素晴らしいお花をいけてくれた江別高校の皆さん、ありがとうございました。メインデモンストレーションを行いますので、ステージにお集まりください。